1170年のコムネノス王朝東ローマ帝国、コムネノス王朝は東ローマ帝国中期の王朝。アレクシオス一世、コムネノス1081年、皇帝イサキオス一世、コムネノスのおいで軍事貴族コムネノス家出身の将軍、アレクシオスコムネノスが、時の皇帝ニッケホロス三世ボタネアテスに対して反乱を起こし、ニッケホロス三世を退位させて皇帝に即位した。 アレクシオスの即位は、コンスタンティノープルで高級官僚として、その地位を築いた文官貴族と地方族州を拠点とする軍事貴族の対立の中で後者の勝利を意味すると、される場合がある。この二類リ系論は、ゲオルグ・オストロゴルスキーによって提唱され、東ローマ学会に大きな影響を与えた。しかし、現在ではこの説はほとんど放棄されたと言ってよい。 コムネノス朝時代の爵位形態は、コムネノス家と隕石、血縁関係にある有力貴族のみが爵位を与えられ、地位を得ることのできるシステムであった。つまり、庶民が皇帝まで登り詰める、可能性すらあった、身分的に流動性のある、それまでの東ローマ帝国から大きく、姿を変えていった時代でもある。当時の帝国は、マケドニア王朝時代の中央集権制度が、 境外化し経済力、軍事力は破綻に瀕し、帝国にとって重要な小アジアの大半をセルジューク朝に占領され、南イタリアはノルマン人に奪われ、北からはペチェニアャグ人の侵攻が続いていた。アレクシオスの娘アンナ・コムネナは、帝国は息を引き取ろうとしていたと綴っている。これを受けて、軍事、内政の才能に優れた。 アレクシオス一世とその子ヨハネス二世の二代の皇帝は果敢に帝国の再建に挑み周囲の敵を跳ねのけ帝国の意向を取り戻しおよそ100年の間帝国の衰退を食い止めることに成功したアレクシオスは借位体系や通貨を改革したほか軍事奉仕と引き換えに一定の地域の徴税権などを認めるプロノイア制度を導入しトゥーカスケア 各地の有力軍事貴族たちと隕石関係を結んで、皇族に相当するコムネノス浮かす一門を名手とする軍事貴族の連合政権という形で帝国を再編した。こうして国内を安定させると、ベネツヤ共和国の支援を受けて海軍力を再建し、西欧へ傭兵を要請した。西欧への傭兵派遣以来は十字軍という、 想定外の結果を生んで対応に苦慮することになった。その間に、セルジューク朝から小アジア西部を脱回し、クマン人の援軍を得てペチェネグ人を打ち破った。ヨハネス2世、コムネノス、善良なるヨハネスと呼ばれて国民に尊敬された、長男のヨハネス2世も贅沢を慎み、父の政策を継承して各地へ申請して、戦いを進めて小アジアの沿岸部をほぼすべて、し、 アンティオキア公国に総主権を認めさせるまでに帝国の誠意を回復した。また北方から侵攻してきたペチェネグ族をベロヤの戦いで壊滅させ、ハンガリー王国の介入を退けた。こうして初期の皇帝の治世に帝国は東地中海の大国の座を取り戻し、周囲に帝国の意向を示すことに成功した。首都コンスタンティノポリスは、 国際広易都市として繁栄し、文化も、全時代のマケドニア朝ルネサンスを引き継いで古典の研究が進み、文学、美術などが栄えた。マヌエル一世イ,イコムネノスこうした繁栄を受けて三代目の皇帝マヌエル一世イ,イコムネノスは、古代ローマ帝国の復興を目指して、イタリア遠征、キリキアシリア地方への遠征、神聖ローマ帝国との外交戦を繰り広げ、 盛んに建築活動を行った。しかし、マヌエル一世の積極的な外交政策や、協力的な生活は、財政支出の増大を生んで帝国の財政を悪化させた。また祖父アレクシウス一世の代から特権を得ていた、ベネツィアの増長ぶりを見たマヌエルは、1171年に、ベネツィア人の一世逮捕を行ったために、関係が悪化し、後の第4回十字軍を生む結果となる。 内政面でも、コムネノス・ルーカス一門の軍事貴族は、大を減るに従って人数が増加するとともに、各地に根付いて強大化し、中央政府から一定の独立性を保持して、あたかも封建領主のように振る舞った。このため皇帝も、貴族たちを投御しきれず、中には、反独立状態になる者まで現れた。数字にわたる十字軍と、首都市民との圧力も次第に深まり、 軍事協力の見返りとして、ベネツィアやジェノバに貿易特権を与えたことで国内の商工業は衰退し、関税収入も失われた。さらに軍事面でも1176年小アジアのミュリオ・ケファロンの戦いで、ルームセルジューク町に惨敗し、帝国の威信は失墜した。神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ一世は、東ローマ皇帝を皇帝として認めず、 ギリシャ人の王と呼ばれる屈辱を味わうことになる。こうして、失地回復を果たせないまま、東ローマ帝国の国力を使い尽くした状態で、マヌエルは没した。アレクシオス一世とヨハネス二世によって、取り戻されたかに見えた帝国の繁栄は再び、失われ、衰退への道をたどることになったのである。マヌエルの死後、マヌエルの未亡人、マリアの貢献のもと、 マヌエルとアンナの間に生まれた息子のアレクシオス2世が即位したが、アレクシオス2世は、まだ幼く、クーデタで政権を掌握した、マヌエルのいとこアンドロニコス1世コムネノスに定位を奪われて、母親ともども殺害されてしまった。アンドロニコスは、強権的な統治で国内を改革し、大土地所有貴族を抑えて、帝国の支配を再建しようとしたが、うまくいかず、ついには、 恐怖政治を行って反抗する交換を次々に処刑したために有能な人材が失われた。1185年、西方から侵入したシチリア王国軍が帝国第二の都市テッサロニキを陥落させて首都に迫るとパニックに陥った首都市民はアレクシオス一世の娘の孫であるイサキオス・アンゲロスを擁して反乱を起こし、アンドロニコス一世は敗因され、 街頭で怒り狂った市民たちの手で虐殺された。以後帝国は、かつての映画を取り戻すことはなかった。ただし、アンゲロスケはもちろん、その後帝位を世襲したラスカリスケ、パライオロゴスケはいずれも、コムネノスケとの隕石関係を足がかりに帝位を獲得したものである。なお、アンドロニコスの孫アレクシオスとダビドは、アンドロニコス一世が殺された時に母に連れられて、コンスタンティノポリスから、 グルジアのタマルの宮廷へ逃げ、1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノポリス陥落の後に小アジア北東部のトレビゾンドを都としてトレビゾンド帝国を建国、皇帝を宣言した。トレビゾンド帝国は1461年にオスマン帝国に滅ぼされるまで東ローマ帝国本体よりも長く存続した。文献をもとに作成。東ローマ皇帝。 ありがとうございます。